はいどうも、タクタクです。ブギマやっていきたいと思います。前回ちょっと炎に勝つことができなかったんで、今回はなんとかまず探索してからちょっとブギーマンのイベントにしようかなと思っております。ここが開かなかったんだよね。あ、これちょっと今なんて書いてあったんだろう。今なんて書いてあったんだよな。最近多いよね。読めないで飛ばしちゃうっていう。え、ちょっと読めないよ。あ、板が打ち付けられているか。ここは壊れないわけ。壊れないな。これなんか、ロープ。違うか。ここ壊せないのかな？ここさ、あの時は壊せなかったけど、ここは何らかのあれで、何らかの力を加えることで、これ壊せねえのかな。これ何回、ちょっと何回ぐらいやればいいのか。これなんか、あ、来た、ほら壊れた。何回やった今。結構やったよ。10回ぐらいはやったと思う。よかった。うわ、悪趣味。何これ、大丈夫。壁に、あ、消火斧。これでいろんなものを壊して炎症しないようにしたりとかするやつ一緒だ。あ、消火斧を手に入れた。はい。これは？ん？ん？水道管の水圧制御盤のようだ。ああ、これで！なるほど、わかった。読めたぞ。そういうことかな。よし！これでこっちは、ここから出てくるんだよね。ふんふん。わかった。わかりました。多分、今の部屋で水圧を上げて、パイプがあったから、その水圧を上げた後、パイプを、あの消火の斧で、バカってやれば、いいんじゃない？これは。よー、こう、冴えてるぞ。冴えていい。やっぱ、ちゃんと事前に調べないとダメだね。イベントに入る前に、周りを調べてからやるっていうことを、これ2回目だよね。やっと気づいたよね。はい、ここはスキップします。スキップして、で、これで、待ってナイフを、はい、デイビッド・ユーセン、ナイフをデイビッドに渡し、ここもスキップでいいや。はい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 、よし。この後だ、この後にこれでいいんだよね。ここで多分水圧を上げると。上げた。下げなきゃいけないってことなのかな。最終的にはあいつは追いかけた方がいいのかな。まあいいや、もう今追いかけてる場合じゃない。はい、上がって、で、ここ来て、こっちに来れるか。無理だ、気が強くて。待ってろ、火をなんとかする。はい、からのはしご降りる。あ、なんか2分になった。はいはい、ここをだから、これで消火斧で水道管を壊す。これでバシャーってなるでしょ、多分。おお、来た。なになになに、ピーピー言ってる、ピーピー言ってるよ。なんとかなった。よかった。怪我は？俺は平気です。ありがとう。ただ、シャーリーが全然起きなくて。気絶してるだけだ。よし、ランスたちがいるところまで運ぶぞ。これであとは、私のワイフだけです。シャーリー。よかった。シャーリーは覚えてないんじゃない？全く、もしかして。覚えてっかな？どこまでの記憶がないんだろう。よかった、無事で。どうしたの？ね、何が？なるほど。私が間抜けに寝てる間にそんなことになってたのね。そう、見つかってないんですよ。
ヘレナ。ヘレナちゃんね。私のワイフがまだです。I'll go find her. Don't leave the room. ここから出るな。Wait, Keith. I'll go with you. 俺も行きます。Oh? あ。It's not safe for anyone to act alone at any rate. What if something happened out there? I'm telling you, don't. 来るな。But... Don't you ever forget your duty. What is that woman to you? You're gonna leave her to come with me? Get a grip. You have to protect her. かっこいいな、キース。Surely? I understand. わかってるわ。I just have to beat the crap out of that bag-wearing weirdo if he comes by, right? Simple enough. デイビッドも行くのね。シャーリーも強い人なんですかね。You do that, Shirley. Let's go. Hey! おい Keith! Keith さん。Find Helena quickly. Please. なるほど。気を使ってるわけですね。Are you stupid? What are you even thinking? I'm not stupid, but I am thinking.I'm uneasy when I don't know if Shirley's okay, but I know she'll be fine there with the others. You've got a tough wife? Yeah, I usually lose when we get in fights, too. 喧嘩しても大概負けますしね。そうなんだ。So, what about Helena? I don't know. わからない。あの先というか、どこに行ったんですかね。ここに戻ってきたね。だってね、もうちょっと見てみようよ。もうちょっと礼拝堂を見に行こうよ。何か手がかりが残ってるかもしれない。礼拝堂に。あ、間違えた間違えた。あと行ってないエリアなんかあったっけ。わ、燃えてんな。あ、来たよ来たよ。ちょっとその前にまた一応周りを 見渡しておいて。登れる仕掛けになってる。はい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 。このバケツはもう本当にいらない？いらないよね。じゃあこれを動かしましょう。ずらすことによって、何？主主権登る！おお、終わった！そんなよく割っちゃったね。Don't tell me. You're going to walk along those? まさ、そこ伝っていくわけじゃないですよね。Don't like it.他に道がねえんだよ。嫌なら戻れ。え、なんで二人同時にやんの？落ちるぞ、水道管。絶対、ちょっと嫌な予感する、嫌な予感。一人が渡ってから行けばいいじゃん、そんな。君たちバカじゃないの？こっちで合ってる？ちなみに、行くのは。はい。ああ、行けた。行けたわ。ここ何部屋？お、怖い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 。雰囲気が、こっちは。あ、いける、こっちにも行ける。ここは何の部屋なんですか？鍵かかっている。お、地球儀。あ、ちょっと嫌な予感しか。あ、ここ大丈夫なんだ。あ、なんかやってるよ。額縁に小さく文字が彫られている。これは何をしているところ？戦が始まらなければ愚かな兵士たちはちっとも働かない。門番ですらその仕事をサボる。はあ。何なんだろう何の意味があったんだろう。門番ですら。あ、これ何？何の意味があったの？あ、何だろう。あ、やっぱチェスか。チェス盤には駒が並べられている。うん。うん。OK。こっちは？あ、チェスだ。門番ですら、なんとかこんとかって言ってたよね。高い鉄の門があり、その前には石像が立っている。登れると思います？俺は何だと思ってる、思ってんだ。無理に決まってんだろ。あ、待って、動く系なんだ、これ多分。全部。あ、動く系だ！なるほど。チェスわかんねえんだよな、相変わらず。これはなんか多分ヒントがあるんでしょう、きっと。あ、でもさっきの、これもそうだけど、あ、これ関係してる？この配置？この配置でいけよみたいな。いや、違うのかな？違うのかな？
これだよね、多分どちらかというと。戦が始まらなければ愚かな兵士たちはちっとも働かない。門番でスラスの仕事をサボる。いや違うか、チェスをしてるとこなんですかね、これは多分。やっぱさっきのチェス版がヒントなのか。だけどこっちも調べてからにしよう。こっち調べて右側。お、何？何？オルゴールがある。なんて書いてんの？いや鳴らすな鳴らすな、待って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 。天蓋付きの大きなベッドがある。小さな木馬。本棚。ここは何だろう？女の人の部屋だよね、多分ね。ドライフラワー。これちょっと、鳴らしてみようか。鳴らした。机の上に古びた本が一冊置かれている。女の子のような字で日記が書かれている。お父様が今日素敵なプレゼントをくださったわ。ピエロのお人形、あ、何今の音。オルゴールと大きなピアノ、3つでセットになっているんですって。お人形はネジを回すと笑い出すのよ。今日使用人が野蛮な言葉で歌を歌っていたの。お父様に言いつけない代わりにその意味を教えてもらったわ。太陽が山々を照らし、風が木々の間を通り抜ける。花は揺れ、月の光を受けて輝く、という歌なんですって。野蛮の言葉の歌だけれど私はとても気に入ったわ。とても退屈だったから使用人の一人に4人の使用人たちの名前を聞いたの。へんてこな発音よ、とても覚えられないわ。え？ N ドイガヒ S ブノヤイヒノードガノワゲアッチレベスギと言うんですって。彼はアッチリベスギという名前らしいんだけれど、どういう意味の名前か教えてくれなかったわ。なんて生意気なのかしら。腹が立ったからお父様に言いつけてやったの。お父様は可愛いお前に野蛮な言葉を教えるなんてと、とてもお怒りだったわ。今朝お外で出たら強い風が吹いて、あの使用人の首が転がってきたの。思わず、まあなんて汚いのって蹴飛ばしてしまったわ。お父様に言ったら、あの首はすぐに燃やしてくださったの。畑に撒けば肥やしになるだろうとおっしゃったけれど、あんな野蛮な言葉を喋る頭じゃいい肥やしになんてきっとならないわね。恐ろしい日記だな。さっきの何音は。そして、オルゴールのネジが外れている。オルゴールのネジゲット。なんか意味ありげだな、さっきのこの日記も。全然意味わかんなかったけど、汚らわしい、あびっくりした、ピエロか。ピエロの人形だといいんだけど。古びた絵本の山がある。絵本が一冊開かれている。ん？第16夜プルチネラ。プルチネラ初めて聞いた。私はある道化師を知っているよ、と月が言いました。観客は彼を見ると喜んで騒ぐんだ。だって彼の動きはいちいちとても滑稽なものだから。彼が動くたびに劇場は大笑いするのさ。劇場だけが彼の理想の世界だった。もし彼がスラッとしたいい男だったら、一級の悲劇役者だっただろう。彼の心は大しく偉大なもので満ちていたが、それでも彼は道化師になるしかなかったのさ。彼の抱える苦しみや憂鬱が、険しい彼の顔に余計に滑稽さを与えることになった、なって、観客たちをゲラゲラ笑わせるもんだから、彼らは大喜びで拍手喝采さ。ショーの終わりのページが破られている。どういう意味なんだろう。あのピエロの人形がすげえ気になるんだけど。で、ピエロのオルゴールもあったよね。小さなピアノがある。いやちょっと嫌な予感がするな、このピエロ。調べよう。おもちゃか。大丈夫なんだ。ここは誰の部屋？娘さんの部屋はこっちだったんでしょ？お？揺れてるよ。怖い怖い怖い。元上司の、あ、なんか、なんか誰かいるよ。え、誰かいる、誰かいる。
椅子に縛り付けられた死体がある。デビッドどうした？こめかみを銃で撃ち抜かれたようだ。なんで？ここの？ん？これ何の絵？何も出ないね、今回はね。ピアノがあるぞ。グランドピアノがある。上蓋の前方に鍵が流れるが、おかしな形状をしている。これじゃないのか？鍵穴にオルゴールのネジをはめる。ほう。鍵盤の蓋を開ける。あ、オルゴールのネジを取る。あれ？これあれなんだ。取ったら開かないんだ。はめて、開けようか。うん。何もしない。これなんだろう。オルゴールのやつはでもなくなっちゃったよ。これ何だったんだ？この仕掛けは何なんだ？ちょっと意味がわかんない。大丈夫か、デイビッド。ちょっと気分が悪くなって。I don't expect you to be unfazed by a sight like that. あんなもん見て平気なのがおかしいんだ。暗かった、まあまあ暗かったよね。You know, that corpse was strange. あの死体変だな。Strange? 何がですか？ The other servants were found dead in what looked like living spaces. 居住スペースらしいところでやられてた。確かに。Not to mention, I found this on the floor. 確かにね。それにこれが落ちてた。Ammunition? So they were shot? 薬莢か。銃で、だってこめかみを撃たれたって。All the others were caught unaware and stabbed. This one was tied to a chair and shot in the head. Seems it was a struggle to the bitter end. Is this just for show too? I think we get the idea by now. I'm not too sure either. But yeah, it's odd that he'd use a gun. I wonder. Damn it! I should be able to figure this out. God, this feels awful. I feel like I'm missing something.Something I should realize with some thought, but I'm just not noticing. やっぱヘレナ just hasn't been working lately. ヘレナのことが気になってんじゃないですか。I guess because I'm not enough of a man to solve two problems at once. まあわかんないでしょうね、デイビッドに言っても。デイビッドを死体のある部屋に連れて行くことはできない。なんかだ。あの鍵は差しっぱなしにしちゃったけど、大丈夫なの？大丈夫なのかな？デイビッドちょっとここで待っててみたいなことはできない感じか。できない感じだ。じゃあこっちに行って。こっちなんだったっけ？こっちもあれなんだっけ？チェスの謎を解かないといけないんだっけ？チェスの謎を。チェックメイトにすればいいとかそういうことなのかな。これわかんないな。これまあこれを解けっていうこととこれがヒントなんでしょう。デイビッド、あ、そうだ、デイビッドもそうなんだけど、これ戻れないのかな。あ、もう戻れねえ。臭い。さっきの一番最初にデイビッドが来る前にやっておきたかったあれを結局やらずじまいでここに来てしまった。はい、といったところではこの辺で今回は一旦切りたいと思いますが、ブギーマンのなんか丸 いなんかあのパズルみたいなやつの謎を解かずじまいで結局ここまで来ちゃった。戻れないのかな。もう一回戻りたいんだけど、なんならわあ、なんとかして、まあ、なんとかしたいと言いつつ、もう何もできないんだけどね。はい。じゃあちょっとまたこの次は次回やっていきたいと思います。それではまたよろしくお願いします。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があれば
チェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。